帰ったらお風呂だよ、ちゃちゃん。もう疲れとる。涼しいね。お風呂に入ります。もう疲れて、お眠ミュウリア眠たいな。お風呂入るよ。頑張れる？頑張ろうね。てーちゃん、キレキレしよう。キレキレする？キレキレしようか。はい、じゃあ洗っていきます。だだで、もともとこれを使ってたんですけど、これがもうなくなっちゃったので、これをなんかトリートメントインシャンプー。そう、違う、あんまりね、お風呂が好きじゃないし、夏じゃけお風呂できるだけ短くした方がいいかなと思って、シャンプーイントリートメント、トリートメントインシャンプーかにしてみた。いやー、お風呂だよ。てーちゃん洗うよ。久しぶりやね。水飲んでる。あら、すぐ乾いた。カットして以来のお風呂だね、キヤちゃん。1週間ぶりぐらい。うん。ねえ、ジョーさん、乾かすの楽かな、これで。うん、楽よ。最初にアルテル流して、キヤさん、足はよく洗います。匂いがね、いい匂いの方がいい。うん、結構顔踏まれるけんね、ティアちゃんに。結構でもやっぱね、匂い違うから前の嘘。どっちが好き？うん、緑の方が匂いが強い。あ、そうなの？強い違うから。うん、でもなんか洗いよっても、あ、そんななんか匂いってことじゃないね。うん、やっぱあの母さんが使えたやつ良かったかも。すごいなんかもう、実家ね、そう。だってめっちゃ、いや、あの、それの前、水出した。本当じゃ、うん、どうしたみたいな、まだ冷たい。こう、まだ、うん、寝てる。うん、固まってるじゃん、下向いて。ちょっと傾きたらすごい泡がすくんだけど、ちなみには入らないように洗います。お顔を、あ、
で、ここに回って、ちょっと舐めるから、はい、ちょっとね、顔洗うの苦手ないの。何これ？ちょっと悩みを。はい。シャンプー、シャンプー。もう注意して。楽しいね。よし、流すよ。あ、ちょっとこっち向いた。座っていい？はいよ。じゃあ、こんな音や。それで、ちょっとちよちゃん、流してみよう、この顔。近すぎるって。ちよちゃん、こっち。そうそうそう。ちよちゃん、こっち向いてや。いや。そうそう、いないじゃん。こっち向いとこ。みんないつもね、こうしてるよ。いいか。目は中に水入らないように、シュッてやるだけ。せーちゃん気持ちいい？左でした。うん、なってるかいね。洗ったらいつも誰って感じ。鹿みたいに。よし、下みたいになってるやんか。よし、うわぁ、どうですか、お姉ちゃん。よし、ちょっと取れるの。いいじゃん、いいじゃん。起き上がりじゃん。ね、悩みは？今取っていい？うん、取って。じゃあ、悩みいくよ。うん。取れた。あ？取れた。じゃあ、うん。こちらの時はできました。鹿さんです。どういうふうに出ましょうか。よし、じゃあ、あてーちゃん、じゃあ乾かしよ。はい、はい、ティア専用のバスタオルに、はい、はい、よく頑張りました。じゃあ誰ですか、お嬢さん。マジこれ全然違う顔になるよね、水流したら。これね、しかもね、じゃあ、いつも乾かすのはメグがやってくれます。だいたい2週間に1回ぐらいかな。2週間に1回ぐらいお風呂に入ります。頭も嫌だな。ちょっとくしか。それはくしです。いつもブラッシングしながら乾かしてくれます。いや、そんな嫌いではないんかな。嫌いよ。今日でもあんまり嫌がってなくない？しっぽとケツが嫌いなんだ。うん、手貸して。頭やるよ。じゃあ
そんぐらい乾かしてからやるんだ。うん、じゃなきゃ痛いっけ。もっと完璧乾かしてやるんかと思った。あ、そういうこと。だったら癖が治らんくなる。うん、てんちゃん、ちょっとおとなしくしとってもらっていいかな。それやるだけで全然ふわふわになるよね。てんちゃん手出してて。もう一個の私。それは？これ。何やったっけ？うん、細かいとこ？おしーしーして、おしーし、おしーしーして、うん、えらいね。はい、よくできました。はい、餌食べようか。